ただいまより衆議院議員候補原口和弘出発式を開催させていただきます。先ほど高木八幡宮にて必勝祈願が終わりまして、原口候補もこの会場で皆様と共に声高らかにこの選挙にかける思いを皆様にお伝えをさせていただきたいと思います。本日司会を務めさせていただきますのは、私佐賀県議会議員の下田博でございます。お伝えをよろしくお願いいたします。それではまずはじめに選対本部長挨拶、立憲民主党佐賀県第1区総支部選対本部長の江口義則より皆様にご挨拶です。はい、皆様おはようございます。いよいよ決戦の日を迎えました。この日本の政治を変える、この佐賀から政治を政権交代を再び実現する、その思いで本日皆様もご参集をいただいたことと存じます。思い返せば4年前、大変厳しい状況の中、佐賀県は小選挙区が2つとはいえ、全国47都道府県で唯一我々野党が小選挙区を独占している、そういう点であります。あれから4年、今のこの閉塞した日本、アベノミクスの失政、格差の拡大、キリを言ってみればキリがありませんが、その政治を改革し、再び政治を我々の手に取り戻すため、原口和弘第二次にもう一度この小選挙区で必勝を願うものであります。大変生活を苦しい生活を強いられている国民生活を、そして格差が拡大され、強い者がより強く、弱い立場の人が置き去りにされている、その政治を変えるのは原口和弘、その人であります。今年は大隈重信公がお亡くなりになって99年、100回忌の年であります。明治維新をその原動力となった多くの人物を輩出したこの佐賀県、中四国九州は保守が強く野党が弱いと言われながらも、この佐賀県で民主党の候補が小選挙区を勝ち抜ける、それは明治維新以降脈々と民主主義の考えが市民の皆様に根付いている、その証拠だと思います。どうか皆様、私たちには長年草の根の選挙を積み重ねてきた、その歴史があります。今回の選挙もどうかお一人お一人の絆でそのご縁を広げて、必ずや原口和弘小選挙区で当選できますよう、皆様に心からお願いを申し上げ、本部長の挨拶といたします。どうぞよろしくお願いいたします。続きまして、後援会長挨拶、原口和弘後援会会長代行八津田康弘よりご挨拶申し上げます。皆様おはようございます。おはようございます。
八田康弘でございます。今まではだいたい司会の方を担当していましたけど年齢がだいぶ私も上の方になってきましたので今回はこういうふうに原口和弘の講演会会長ということで構成使ってもちろん大喜びでやっております。実は原口和弘候補が衆議院議員第1回目に当選したとき、まあ、その当時は出陣式と言っておりましたが25名の方しかお見えじゃなかったです。で、報道各社の方から原口さん大丈夫ねって言われました。ところが私は大丈夫です。皆さん家で体力を温存されてるはずです。絶対に大丈夫です。で、私たちは原口和弘党ですということを申し上げました。その頃からでしょうかね、今原口和弘党というふうに言われておりますけど、確かに立憲民主党に在籍はしておりますけど、皆さんと一緒に同じ立場に立って考えてくれるのはやはり自分で自分のことを褒めるようですけど原口和弘候補じゃないかと思います。選挙期間は非常に短いです。だけど今まで原口和弘候補が何をしてきたかということをもう一度お考えいただければ自分の手がパラッとしか書けないと私は信じております。またそれをお願いします。で、皆様にどん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 広げていただきまして31日は、最後が31日になりますので、その時に笑顔でやっぱりよかったねということでお会いできたらと思っております。あんまり長くなるとコロナ禍ですのであれですけど言葉足りずで申し訳ありませんけど本当に最後までよろしくお願いいたします。ありがとうございます。本日はお忙しい中各方面からご来賓の皆様もご参加をいただいております。そのご来賓の皆様を代表いたしまして連合佐賀会長であります井出正彦様よりご挨拶をいただきます。
転換をしておりました。これは何なんでしょうか。総裁選から何日が経ったんでしょうか。もうがっかりを通り過ぎて、まあ、呆れるとしか言いようがございません。もう現与党には自浄能力はないものと思わずにはいられません。もう交代していただきましょう。原口候補にこの政治を、この国の政治を浄化していただきましょう。政権の中枢で私たち国民のもとにこの政治を取り戻していただきましょう。切にそう願います。それもこれもこの戦いに勝ってからこそでございます。小選挙区で勝たねばなりません。日本全国の私たちの仲間も頑張っています。私たち連合としてもこの選挙を絶対に負けるわけにはいきません。もうコロナで痛めつけられた、まあ、雇用や労働環境を一刻も早く立て直さなければなりません。そして何よりもですね、失政失政を重ねたこのコロナ感染拡大の対策でございます。特に医療体制の充実の部分ですね。中にはですね、諸外国と比べて感染者数も死亡者数もかなり少ないと、コロナ対策は成功しているとおっしゃる方もいらっしゃいます。本当にそうなんでしょうか。失わなくてもいい命がなくなっていませんでしょうか。本当に必要な治療がされないままに胸にも命を落とされていませんか。私たちはもっと行かなければならないというふうに思います。原口候補に書いてもらいましょう。絶対に諦めない戦いです。私たち連合も総力を尽くして頑張ります。共に頑張りましょう。井出会長ありがとうございました。それではここで本日の出発式にあたり各方面から祝電をいただいておりますので、ここでご披露させていただきたいと思います。それでは祝電をご披露いたします。原口和弘出発式のご盛会を心からお喜び申し上げます。国政のため、また地元佐賀県発展のため日々ご尽力されている原口和弘候補に感謝申し上げ、今後も引き続きご活躍されますことを心からお祈り申し上げます。支持者の皆様の一致団結したご支援の輪がさらに広がり、栄冠のための大きな力とならぬことを記念申し上げますとともに、必勝棋士ご健闘をお祈り申し上げます。佐賀県知事山口芳則様、これにはご褒名のみ愛読させていただきます。埼玉県知事大野元博様、小木市長襟口修司様、上峰町長竹広雄平様、祝電の披露以上でございます。各方面からの祝電ありがとうございました。それでは皆さん、大変お待たせいたしました。これまでも皆様からのお支えをいただいて走っていくことができました。今時代の大きな転換期に差し掛かっています。そういった時代だからこそこの人物が必要です。野党をしっかりと引っ張っていくリーダーが必要です。日本をしっかりと引っ張っていくリーダーが必要です。皆さん
盛大な拍手でお迎えください。原口和弘候補の立候補表明です。皆さん、おはようございます。おはようございます。立憲民主党の副代表の原口和弘です。今日はこんなにもたくさんの皆様にお足を運んでいただきまして、まずもって出発式政界人できること、皆様に心から感謝を申し上げたいと思います。また LINE の皆様も本当にありがとうございます。心からお礼を申し上げます。まず災害とコロナのお見舞いを申し上げます。滋賀県は3年連続災害に見舞われました。ずっと現地を回りました。佐護ダムに木が引っかかってて、そして土石流が生まれた、ポンプが壊れて、そして水が吐けなくなった。今回の今年の豪雨は中潮でありました。しかしそれでもこれだけの被害が来ました。中央政府の方を特例して激甚災害にしました。しかし本劇ではなくて極地の激甚災害、皆さんにお届けしようと憲法53条で国会を召集せよ、国会を閉じるな、7月16日に求めましたが、ついぞ開きませんでした。開いた国会は顔をすげ替え、そしてなんと予算委員会すら開かず、皆さん国会が開かれなければ法律を通すことができません。皆さん、国会を開かなければ予算も通すことができません。この5ヶ月の間、この遅れは今を苦しんでおられる方々ますます苦しくしました。解散から公示までがたった5日です。この5日で在外の法人の方、投票できないところが相次いでいます。そして不在者投票も今までのようには準備ができていません。卑怯じゃないですか。卑怯じゃないですか。ありえないじゃないですか。ご勇退される大島議長が結びにこんな話をされました。憲法というのはすごく大事なんだ、立憲主義を踏みにじったあの総裁選の前にちゃんとルール通り解散せよということをおっしゃったそうであります。なぜか任期を超えての解散は戦後この今日から始まる衆議院選挙が初めてなんです。どんなに異様なことが起きているか、どれほど国民をないがしろにしているか、それは皆さんに伝わっているでしょうか。立憲主義をないがしろにしたら国家はバラバラになる。国家がバラバラになるということは国民を救えないということであります。負けられません。許せません。絶対に勝てなきゃいけません。どうぞよろしくお願いします。ここに立つといろんなことが目に浮かびます。7年前妻を亡くし、そして院内感染で私は視線をさまよってました。視線をさまよう中での総選挙でありました。お医者様にお願いをしました。これが最後になるかもわからないんで、さっき安田会長がお話になりましたけども、原口と支えてくださった皆さんに最後一目でいいから会いたい、お礼を言いたい、そしてもし命があるんだったらこの議席を続けたい、そのことをお医者様にお願いをしました。でも立てませんでした。座れませんでした。ずっと寝ていると横隔膜が上がってしまって声が出ないんですね。私はここに来た息子に車椅子を
引いてもらってここへ来たことだけしか覚えてません。他は全部記憶が飛んでます。でもその時にやったことは覚えてます。25秒だけ立たせてください。25秒でいいから、25秒あったら皆様にお礼が申し上げる、お礼を申し上げることができる。25秒あったら決意を言うことができる。もし体が回復したらこのまま国会に行って頑張ることができる。だから25秒立たせてください。リハビリの先生が毎日毎日足をさすり、手をさすり、そしてようやっと25秒皆さんの前で立つことができました。4年前の総選挙、難病を公表して選挙に臨みました。政党はバラバラで、同じ民主党の仲間もどこへ行ったかわからない排除の論理ということで、私は暗く冷たい政治、その中で自分が公認をして自分の仲間が排除されることをとても耐えられませんでした。無所属でした。小選挙区だけの選挙でした。他の党の皆さんも大変ご支援をいただいて、そして小選挙区で勝つことができました。あの時言われました。今でも覚えてます。難病の国会議員に何ができるんだ。人からお世話をされている国会議員が人のお世話をできるか。4年前の総選挙、お相手の陣営がそうやって笑っているテープが届きました。私はその言葉に傷ついたんじゃないんです。ああ、これで会長が笑うんだ。その笑いに傷つきました。私は夢があります。それは差別をされる方もその何かの心の傷をお持ちなのかもからない。でも差別をする側に立つんじゃなくて、差別を受ける側に立って一緒に活動していきたい。一緒に明るく温かい日本を作りたい、そう思うんです。皆さんいかがでしょうか。今目を転じると、井出会長がお話になったように、コロナ禍でたくさんの方々が苦しんでおられます。なぜ子供が自分で命を絶ちますか。なぜ若い女性、特に非正規という形で雇用の調整年というんですけども、いい時には来てください、ちょっと調子が悪くなるともう来なくていいですよ。なぜですか。なぜこんなことですか。日本はこの四半世紀でものすごい勢いで縮みました。1995年には世界の GDP の 17% あったものが今では 5% 足らずです。消費増税のたびに皆さんの給与は激減しています。変えましょう。消費税、私たちは次元で 5% って言ってますが、私はなくていいと。そしてこれには仕入れ税額控除といって、非正規の方々を雇えば雇うほど税を払わなくて済む。つまり社会保障のためとは言ってますけども、実は私たちの暮らしや医療や、あるいは福祉や、そして何よりも雇用を壊すものなんです。皆さん、雇用を壊すものと一緒に手を取って戦おうじゃありませんか。私にはやりたいことがあります。このコロナ禍、たくさんの法律を出しました。今までも多くの命と暮らしのための法律を出してきました。たくさん検査をして、捨てる姿勢を持っているコロナですから、これを見つけたらそれだけ経済活動も活発に行うことができる。だけど検査圧倒的足りないんです。世界で島国であるにもかかわらず、世界でワースト5の、そういう感染を出しました。今日現在で1万8000人を超える方々が亡くなっています。1万8000人です。変
帰ってこない命です。救えた命です。皆さん、命を守るために投票に行こうと呼びかけてください。よろしくお願いします。そして、自由です。去年の今頃、私は野党合同ヒアリングで何をやっていたか。例の日本学術会議の問題を追及をしていました。驚きました。あの6人のうちの1人、加藤陽子さんは私の大学の同級生です。大切な大切な同級生です。別に偏ったことを言ってるわけではなく、何でもない。正しいことを言ってる世界的な歴史学者です。なぜ彼女は今もなお日本学術会議の任命から菅さんによって排除されたままなんですか。他の5人の方も なぜそうなんですか。自由はこうやって侵されていきます。あのニメラーの有名な文章を持ち出すまでもなく、ナチスから共産党員が連れて行かれた。自分は共産党でなかったかと思っていた。ナチスから社会民主党員が連れて行かれた。自分は社会民主党員でなかったから黙っていた。そしてナチスから自分の周りの人たちも連れて行かれた。そして自分の番にもなった。しかし誰も立ち上がる人はいなかった。今そんな状況じゃないですか。日曜討論を見てましたら、あのおごり高ぶった姿、そして森友も賭けも河合君の1億5000万も解明せん。自由はこうやって失われます。皆さん、私たち佐賀はこの日本の司法制度を作った江藤新平公の生まれたところであります。江藤公はこう言ってます。すべての法律のもとは人権にある。すべての法律のもとは人権にある。人間の尊厳と自由が守られないところに正義もなければ、私たちの命や暮らしもない。皆さん、自由を一緒に守っていきましょう。よろしくお願いします。娘に具体的にやりたいことも申し上げておきたいと思います。まず子供たちの教育、未来の学校ということで、お互いが支え合う、そういう教育を実現しました。蹴落とす教育ではなくて、お互いを解決し合う、お互いの問題を解決し合う、お互いを支え合う、そういう教育です。そのためにはもっと予算を積極的に地方の教育に注がなければいけません。年金もそうです。年金もそうです。皆さんの年金が減っているのは少子高齢化で減っているんじゃありません。このデフレで日本がどん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 縮んでいるから減っているんです。沈む船の中の椅子取りゲームをやらされて、勝ってる人間が負けてる人間に、あなたの努力が足りないからそうなってるんだ、こんなことを言ってるのが今の日本です。変えましょう。農業、私たちの農家の個別所得保障制度なくなりました。直接保障もなくなりました。そして売れる分だけ作ればいいんだという新自由主義農政になりました。でもどうでしょうか。今年米が暴落してます。それはそうでしょう。もうあらかじめ分かっていたことです。私たちの大切な食料を政権を変えることによって守ろうじゃありませんか。私の感染症も病院にたくさんの人が集まる。でも病院に行けない方々もたくさんおられます。自宅で今、今月号の文藝春秋に私の主治医が書いてますけども、福岡でもうスタートしました。佐賀でも一部スタートしてきました。自宅にいながらにして医療を行い、医療のお医者様から見守れる、そういう日本を作っていきましょう。雇用、皆さんの給料が岸田さんが言ってるああいうやり方ではなくて、日本全体を消費税を下げ、消費税をなくし、そして緊縮と増税のこの路線を根本から変えることによって、そこに溺れてる方がおられるのに浮き輪を投げない、おかしいでしょう。
浮き輪の値段を言うなんておかしいでしょ。多くの全ての人を助けるために、全ての命の暮らしを助けるために、この選挙絶対に負けられません。勝ち抜いていきます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
お参りしたい。